ロバート・クレイトン・シャンツは、主に1950から1960年代に、活躍したアメリカ合衆国ペンシルベニア州、ポッツタウン出身の野球選手。生まれ、1952年のアメリカンリーグ最優秀選手。小柄だったがフィールディングに優れ、メジャーリーグで1957年から始まった、ゴールドグラブ賞の最初の受賞投手となった。1948年に、 アマチュアから当時のフィラデルフィアアスレチックスに入団し、1949年にメジャーリーグに昇格した。3年目の1951年に18勝と2桁勝利に乗せた。この年の秋にはメジャーリーグ選抜の一員として日米野球に参加。パリーグ選抜に1から3で敗れ、メジャーリーガーとしては初めて日米野球の敗戦投手となっている。 翌1952年には24勝7敗で、アメリカンリーグの最多勝利投手となった。この年は、開幕から白星を重ね、当時シーズン30勝の可能性も報じられたそうだが、死球を受けそれ以上の勝ち星を伸ばせなかったという。同年のオールスターゲームでは1イニングを投げ、ホワイティロックマン、ジャッキー・ロビンソン、スタン・ミュージアルを三者連続三振に抑える高騰も、見せた。 緊縮財成果だったアスレチックスが当時活躍した選手たちをすぐ放出したこともあり、その後シャンツもなかなか勝ち星を挙げられず、徐々に先発から抑え投手へと転向していった。シャンツ自身も1957年にヤンキースにトレードで移籍したが、移籍後11勝5敗と防御率2.45の成績を残し、リーグ最優秀防御率投手になるとともに、 自身3度目のオールスター出場も果たした。ヤンキースには1960年まで在籍し2度のワールドシリーズ出場を経験したが、同年ワシントンセネタースのエクスパンションドラフトの際ヤンキースを離れると、以後ナショナルリーグの球団を原点とした。シャンツは引退する1964年まで8年連続でゴールドグラブ賞を受賞しているが、特に最終年は1シーズンで3球団を、 渡り歩きながらの受賞であった、同年現役を引退、引退後のコーチ歴などはない。ありがとうございます。